ダン・エッティンガーは、イスラエル出身の指揮者。1971年、ホロン生まれ、6歳の頃からピアノを習う。テルマイエリン芸術学校で、ピアノ、コントラバスや声楽を学び、ルービン音楽院で、タマル・ラハムに指示して、バリトン歌手としての修行を積んだ。1993年に、フランソワ・シャピラ・コンクールに、バリトン歌手として出場して、優勝を果たし、 イスラエル生学研究所でさらなる研鑽を積んだ。1995年からニューイスラエル歌劇場を中心に歌手活動を行い母校のルービン音楽院やテルアビブ大学で教弁を取るようになった。1999年にニューイスラエル歌劇場の合唱指揮者及びコレペティートルとなり間もなく同歌劇場の常任指揮者となったことで指揮者に転校した。2002年に エルサレム公共楽団の主席客演指揮者となり、2003年から2008年まで、ベルリン国立歌劇場でダニエル・バレン・ボイムの助手を務めた。2005年から2018年まで、イスラエル公共楽団の音楽監督を務め、その任期中の2009年から2016年まで、マンハイム国立歌劇場の音楽監督、2010年から2015年まで、 東京フィルハーモニー公共楽団の常任指揮者をそれぞれ兼任した。2015年からは、シュトゥットガルトフィルハーモニー還元楽団の主席指揮者を務めている。ダン・エッティンガー・ディスコグス・ハット、ウーバースターズ・ウント・ストレス、ベラント・ワータム・ウント・フェア・トラウエン・ダン・エッティンガー、アイン・インタビュー・ MIT ・ドイツ・マルク・ジュン・ゲンジ・リゲンテン。2019年2月9日時点のオリジナルより、アーカイブ。 2019年2月9日閲覧。ニューアポイントメンツインザイスライリ r オペラシンス2018。ダン・エチンガー。ミュージカルディレクターオブザ・オペラシンス2018。2019年2月9日時点のオリジナルより、アーカイブ。2019年2月9日閲覧。ダン・エチンガー。2019年2月9日時点のオリジナルより、アーカイブ。2019年2月9日閲覧。 ダン・エッティンガー。2019年2月9日時点のオリジナルより、アーカイブ。2019年2月9日閲覧。アーカイブ2018年10月20日。ウェイバックマシン、警官指揮者。ダン・エッティンガー。2019年2月9日時点のオリジナルより、アーカイブ。2019年2月9日閲覧。ありがとうございます。